7月27日、広島瀬戸市新聞ニュース、号外でございます。今日はね、まず、こちらのね、環境省がね、女性官僚が、まあ、わずかね、2年でね、まあ、過労からね、精神疾患を発し、そしてね、損害賠償を求める国をね、提訴と、いうことがね、が起きているということをね、お知らせしたいと思います。で、まあ、詳しくはね、私、Facebook でも繋がせていただいておりますね。毎日新聞の、東海林さん。まあ、結構有名な方ですね。その方の Facebook でね、ご覧になっていただければというふうに思います。まあ、本当ね、公務員ってね、よくね、叩かれてましたけどね、本当今の若手本当に特に大変ですよ。ね。今回のね、環境省の若手女性官僚、非常に高い志を持ってね、環境省に入られてね、志願して、ね、福島の方にも行かれたということなんですけれどもね、めちゃくちゃだね、業務量でね、結局ね、精神疾患発症という状況で、うつ状態になってしまった。で、なかなかね、公務労災もね、降りないという状況の中でね、まあ、兵糧攻めみたいな感じになっちゃってね。まあ、結局ね、これはどうしようもねえやってことでね、環境省を退職いたしまして、ね、損害賠償を求めて国を提訴ということであります。まあ、非正規公務員のね、使い捨てもひどいけどね、正規のキャリア官僚も大変。まさにね、日本政府こそね、最大のブラック企業じゃねえのかなと思わざるを得ない状況があると思います。広島瀬戸新聞としてもね、この、若手、環境省のね、公務労働者ね、まあ、キャリア官僚つってももうね、全然ね、やっぱりもうね、入ったばっかりでね、もう使い捨てにされる時期ですよ。本当に、そういう方ね、本当こんなんじゃね、優秀な人材がね、本当の意味での優秀な人材、本当の意味でのね、国民のために働こうという人がね、来なくなってね、日本語は大変なことになりますよ。これほっといちゃいけん。そう思いますよね。いわゆるね、国を憂えるね、右翼のような人もね、含めてこういう問題はね、しっかりね、やってほしいなというふうに思います。それからね、三原のね、本郷の本郷処分場ね、産業廃棄物処分場の問題、竹原市議会もね、本郷ね、処分場に対するね、厳正な対処をね、求めるね、意見書がね、可決をね、しました。搬入がね、始まった三原市側はね、もう本当に汚染が深刻化しね、河川が泡だらけ、川が泡だらけになっています。竹原もね、搬入を始まればね、同じようなことになるというのは目に見えてます。本当ね、三原市議会やね、そして、竹原市議会、続きましてね、厳正な対処をね、求めるね、本当にね、県はね、与田知事はね、今すぐね、取り消すと、ね、控訴なんかしてる場合じゃありませんよ。ね。もたもたしてる間にね、手島のようにね、なってしまう。ね。そのことについてね、危機感をぜひね、覚えていただきたいというふうにね、覚え次第であります。うん。一回ね、やっぱり手島事件のようなことね、香川県の手島のようなことになるとね、だから2000年、だから1978年に、ね、搬入が始まってね、2000年にようやくね、まあ政治決着したわけですよね。だけどそれからね、23年経った今まだね、下の方はね、まだかなりね、汚染が残ってると。ね。一応整地はね、済んだんだけど、やっぱりね、下の方のね、汚染はやっぱり抜けない。ね。そういう状況があるわけですよ。ね。だから手遅れに、ね、ならないためにもね、しっかりね、これはね、やっていただきたいというふうに、思います。まあ、引き続きね、また、署名の方のお願いもね、あれね、労働問題ですけどもね、介護ね、労働者、ホームヘルパーね、国賠訴訟のね、公正な判決をね、求める、署名等にね、ご協力いただければと思います。そして明日はね、また、ズームミーティング、オンラインおしゃべり会、ね、佐藤秀一と広島の政治ガツンと物申すということでね、引き続き続きますね、広島の食糧危機、ぜひね、打開をしていくということで、ね、ご一緒にね、考えていきましょう。
食料危機というかね、もう子供の食料危機ですよね、夏休みのね。ぜひね、これはね、どげんかせんといけんということでね、皆さんともね、一緒にね、お話を、相談をね、していきたいというふうにね、思います。それではね、皆さん、本日はね、暑い、非常にまだ暑い状況です。まあ、大阪ではね、40度近いという状況もあります。くれぐれもね、また平和運動の季節でもありますけどもね、そちらにご参加の皆さんもね、ぜひね、お気をつけいただければと思います。それではね、また、まあ、雷もね、鳴ったりしますしね、昼間はね、猛暑、そして夕方はね、結構雷というところもあってね、お気をつけいただければと思います。最後までね、ご協力ありがとうございました。またね、明日、ズームミーティング、オンラインおしゃべり会でお会いできる方はお会いいたしましょう。それからね、また来週はね、いよいよ、原爆の日、8月6日ね、原爆の日まで近づいてまいりますんでね、改めてね、G7 をね、初めてのね、原爆の日、86、考えていく。ほんとね、ウキウキしてる場合じゃないというところもね、ありますんでね、ぜひね、ご一緒に考えていただければと思います。最後まで、カープの方はね、昨日までで9連勝ということで良かったんですけどもね、真面目に考えるところね、真面目に考えていかないか。ぜひね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは皆さん、失礼いたします。